スティックス。スティックスは、アメリカ合衆国出身のロックバンド。1970年代の米国産、プログレッシブロック、アメリカンプログレハードを代表するバンドの一つ。1980年代初頭にピークを迎えて、流星を極め、日本でも代表曲、ミスターロボットのヒットなどが知られた。日本では、アメリカンプログレハードなどのジャンルにくくられることが多いが、 デビュー当初のサウンドは、プログレッシブロックの色彩が強く、長大な楽曲も多く制作していた。時代の流れの中で、音楽性は徐々に変化。よりコンパクトでポップな作風へと変わり、結果的にそれが1980年代初頭の商業的成功へと繋がっていった。1963年、シカゴで、チャックとジョンのパノッツォ兄弟が中心となって、 バンド活動を開始する。その後、デニス・デ・ヤングが加入して、バンド名がザ・トレード・オンズとなる。当初はローカルバンドに過ぎなかったが、1968年にジョン・クルデュース・キが加入し、バンド名をトレード・ウィンズ4と改名して、プロ活動を目指し始める。1 9七十年にジェームスヤングが加入。その半年後に制作したデモテープが RCA 参加。 の代表を務めるビルトラウトに認められて契約。後にバンド名をスティックスと改名した。1972年、ファーストアルバムスティックスでデビュー。13分以上ある曲を収め、大衆受けはしなかったが、プログレッシブロックのファンに受け入れられる。1973年、セカンドアルバムスティックス2をリリース。ファーストではカバー曲を混ぜていたが、 完全オリジナルのアルバムとして方向性を決定づけた。1974年、サードアルバム、サーペント・イズ・ライジング、ホースアルバム、ミラクルズを発表。この時期からポップ性を意識し始め、対策思考から短い曲へと変化していく。1975年、2年前に発売された、セカンドアルバムに収録されていたシングル、憧れのレイディが、 2月から徐々にチャートを上昇。8月には全米6位まで上昇し、これに伴い同アルバムもセールスが伸びて、ゴールドディスクを獲得する。このヒットにより、同年秋、大手レイベル、A、A&M レコードに移籍した。移籍第1弾のフィフスアルバム、分岐点の制作後、全米ツアー前に音楽性の違いからクルルスキが脱退。変わって、 元 MS ファンクのトミーショーが加入した。トミーが加入したことで、シックススアルバム、クリスタルボールが幅広い層からの支持を獲得。翌1977年発表のセブンスアルバム、グランドイリュージョン大いなる原映画、全米トップ10入り。シングル、カムセール・アウェイが、全米8位。エースアルバム、ピーシズ・オブ・エイト・古代への追悼、1978年。 全米8位を記録し、バンドの評価が高まる。1979年、シングル、ベイブが全米ナンバー1を獲得、9th アルバム、コーナーストーンが全米2位の大ヒットとなり、スティックスは一流バンドとしての成功を手にする。一方で、欧米の音楽メディアからは、コーポレートロック、日本では産業ロックなどと批評もされた。 1981年、テンスアルバム、パラダイスシアターからのシングル、ザ・ベスト・オブ・タイムズが全米3位、字は流れてが全米9位となり、同アルバムが初の全米1位を記録した。1982年1月、アルバム、パラダイスシアターを主作品とした初来日ツアーが開催された。この模様が NHK で放映されている。 1> 翌1八十三年には、イレブンスアルバム、ミスターロボットキルロイワズヒアマイナスがリリースされ、日本語の歌詞が含まれた、シングル、ミスターロボットが収録されて話題になるなど、日本でもヒットを記録した。その後、デニスとトミーとの間に亀裂が生じ、翌年にバンド活動が停止。おのおのがソロ活動に移行していき、1980年代後半、ゴには、 バンドの存在が薄れていった。1990年、トミーがハードロックバンド、ダムヤンキースに参加。テッド・ニュージェント、ジャック・ブレイズ、ナイト・レンジャーらが結成したスーパーグループであった。同じ頃バンドの再始動を起としていた、デニスらは、トミーの招集を断念。大役グレンバートニックが加入して、活動を再開する。 同年の暮れに7年ぶりの1 2 t h アルバム Edge of the Century をリリース。シングルショーメザウェイが全米3位を獲得し、復活の兆しが見えたものの、北米のロック界にグランジュムーブメントが到来。旧大前のロックには、レーベルのサポートが減少して、受難の時代となり、当バンドの再活動も短期で終了した。トミー側もダムヤンキーズで2枚のアルバムを出した後、 中心のテッド・ニュージェントが脱退。残るブレイズとショー・ブレイズというユニットで継続し、活動規模は縮小した。1995年、トミーが復帰し全盛期メンバーでの再結成が実現する。しかしジョン・パノッツォが健康問題で即降板し、代役にトッド・ズッカーマンが加入。そして翌1996年、ジョンは症状が悪化し、 帰らの人となってしまった。ツアーは、ジョンの追悼ライブとして開催し、新曲も数曲披露された。この模様は、ライブアルバム用としても収録され、リターントゥパラダイス、1997年と題して、リリースしている。同ラインナップを維持し、1999年に9年ぶりの、13th アルバム、Brave New World をリリース。しかしこの間、 デニスとトミーの確執が再燃。この時期に、デニスが健康を害したという理由で活動が停滞。バンド側は、活動に支障をきたすとして、ローレンスガーワンを代役に立てて継続し、デニスは降板させられた。2000年、2度目の来日公演。また、同時期に創設メンバーチャック・パノッツォが、フルタイムの活動を控えるようになる。クレンバートニックが復帰し、 チャックと併用する形で編成する。2001年、下ろされたデニス側が健康上の理由で一時的に交板したのであり、自分なしでのバンド続行は無効であると主張。同意を得ないバンド活動とデニス自身が創作した曲の差し止め訴訟を起こす。また個人的にスティックス関連の活動も始めていた。それにはバンド側も反訴し、結果は デニス個人によるスティックスを関した活動も許可される。ただし、個人名と、フォーマーリー、スティックスや、パフォーミング・ザ・ミュージック・オブ・スティックスという正し書きを、ぶつけることで決着。事実上、デニスの敗訴であり、両者は、修復不可能な状態となった。ローレンス・ガー・ワン企業の新体制が定着し、2003年に、フォーティーンス・アルバム、サイクロラマをリリース。 クレンバートニックに代わり、リッキー・フィリップスが加入する。以降はライブを中心とした活動にシフト。特に2007年から2015年の間に、デフレ・パード、ホリナー、ボストン、REO スピードワゴン、38スペシャル、イエス、テスラなど著名なバンドラットツアーを合同する。2005年、カバー企画の15トン H アルバム、ビッグバンセオリーをリリース。 2010年、旧作、グランドイリュージョン大いなる幻影、ピースズ・オブ・エイト・古代への追想を完全ライブで再現。2017年、自主レーベル、アルファドックに T を設立。14年ぶりのオリジナルシックスティーンズアルバム、ザ・ミッションを発表。 1972年、1974年、1975年、1976年、1977年、1978年、1979年、1980年、1981年、1983年、1984年、1990年、1991年、1997年、1999年、2003年、2009年、 年年楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。